オッケーどうも皆さんこんにちは、えー、西村恭平ですまあこの前ちょっと動画でねあのお話をしたんですけども僕はカメラを持ってね手に取ってカメラでお話をするというのはなかなか慣れていませんまあどうだろう緊張してしまうっていうのとまあ前も言いましたけどもプライドが高いまあ人がどういう風に自分のことを思ってるかどうかっていうなんかところで YouTuber ーーもどきみたいな風に見て欲しくないなと 思ってて、しまう自分がいてやっぱりそこは、うんまあ、田舎なんですぐに分かってしまう方たちもいるわけですね子供はいるんですけど娘にもねあそこのあんたんとこのお父さんなんかやってたよっていうふうに、まあ、そんだけ見られる回数もないんですけどもそんだけねあのお、お父さんが何かやってたよって動画で見ればいいと思うんですけども出るところを見られてしまうとちょっと恥ずかしさを倍増するのかなと思っててまあずっとこうやって細々とやっていますのでちょっと。 ここらでねあの、自分が好きなこと自分が落ち込んでること写真も落ち込んでるんですけども写真はね、まあ、僕なんか本当にアマチュアのあの字も置けないような、えー、写真もそんな上手くないですしなんで、まあ、そんなことを語るほども知識もないので、まあ、自分が一番これだけは人に言えるなっていうのが。 やっぱあるわけですねまあそれはまあ僕がそのクリスチャンであるっていうことを前提に話をするわけですけどもクリスチャンだからまあね聖書の話をするのかと聖書の話をすることもできるんですけどもああのまあ皆さんが聞い取ってですね皆さんの生活の中で生かして生きるようなことがあればなと思って、えー、こうやって動画を今日はね撮ってみたんですけども簡単に言うとですね結構 結婚関係の中で本当に今離婚って言うとですねとってもされている方々が多いと思うし僕の周りの人たちでも少なからず離婚を経験している方々はいる。 そうやって正しいのか間違ってるのかっていうふうに世間一般的に言ったらやっぱり悲しくなるよりかはね辛い人生を送るよりかは離婚した方がいいのかなというふうなまあ風潮があってでまあ僕は離婚の理の字も考えたことはないですまあ初めに言っておきますとでまあどうしてかというとまあこれもクリスチャン的なねあの考えなんですけども 結婚っていうのは神様がデザインされたものであって男と女が一つになるという一緒に過ごすということで、まあ、結婚といいう約束を、まあ、誓いを誓すするわけですね一度神が合わせたものを夫婦としたものを話してはならないということも聖書の教えであってなので結果的に自分の都合で別れてしまうことっていうのはその結婚 この定義を理解してなないいかからじゃないかとまだ理解していたとしても軽んじてしまって結婚はなかったことにしようという結論に至ってしまうんじゃないかと。でねやっぱり結婚関係ってまあこれは「くど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 というのもあれなんですけども結婚関係ってやっぱりそれぞれ形がありますよね。で僕なんんかは本当にまあ、奥さん がいなければ多分生きていけないと思うし奥さん様々で、ね、本当に僕のことも全部分かってくれていて僕のためになるようなことをアドバイスしてくれたりして、ね、うちの子供にとっては本当に一番最高なお母さんであるとママであるということも本当に嫁さんを見てて本当にそうやってさえわかるので本当に僕に関して言えば本当に責めるところがないわけですね。まあ、あると思うんですけどもそこは 取るに足らない部分であって、あその前に自分が直すことところがたくさんあるというぐらいですね。本当にあの毎日。感謝を持って生活をしていると思うんですけどもまあ、本当そこですね。感謝を持ってありがとう。っていう気持ちを持って生活をすると、本当に嫁さんあってのこの家庭であるという風うに僕は思っておりますので、そこって感謝が生まれると思うんですよね。で、奥さんのために何かしてあげたいとか、そういう気持ちも出てくると思うのでまあ、そういう。 だってて自然に出てこなないい時があるじゃないですかその愛情って、まあ、付き合った頃は本当にねラブラブで毎日顔合わせたいなとか毎日声を聞いていたいっていうなんかそういうロマンチックな雰囲気があるんですけども結婚して毎日こうやって一緒にいると自然的な流れでいくとあの他の女の人に目が向いたりとか綺麗な女の人見るといい女,いい女なだなというふうに思う旦那にご主人であっても、ね、奥さんであっても変わらないと思うんですね。 まあ外見ると結構イケメンがたくさんいたりとかあの人がかっこいいよねと仕事もできるよねとかっていう魅力的な男性に目が止まりがちであるとまあそれは普通だと僕思うんですよ。ただそこであであも私には俺にはは俺パーートナーがいるというふうに思いとどまる人っていうのはやっぱり愛していこう。その 嫁さんでであありご主人でありその人だけをを見てていこうっていううっ努力をすると思うんですなんでやっぱり、まあ、僕これあのまあ、自分の教会であのまあ、牧師やってるんでその牧師のメッセージの時に話をしたんですけどもあのバーベキューする時ってやっぱり火を焚くじゃないですかつけるじゃないですかで最初ってすごいまあ、弱いんだけどもそのうち火がだんだん強まっていくとやっぱりだんだん他の炭にね あの引火していっててていって強いいっっっ広が強になりますよね。で、それはそれで OK なんですけども例えばそれを放っておくと火ってだんだん弱まっていって例えば、えー、ステーキ焼きたいんだけどもっていう時に火が弱まっていたらまた火を起こ,す起こさなきゃいけないと努力してその火をねあのもっと新しい墨を足してねまたは思いっきりほんとにあのこうちわではたいてですね風を送って。 扇風機とか置いてね、あの風を送ったことに送ることによって火を強くしていくと、まあ、努力が必要なことで、やがて何もしてないでおくと消えていくんですよね。で、他の人たちに目が行ってしまうと、新しいものを見てしまう、新しい魅力的な人を見てちょっとそそられてしまうとか。 そういったことになってしまうのでやっぱうちの奥さん旦那さんがやっぱり一番だよとということで自分にまず言い聞かせる必要がありますよね僕はこの人から離れたら何が誰と出会えるんだろう多分出会えない僕のことをちゃんと見てくれてる人がいるのにまた私のことをちゃんと見てくれてる人がいるのに他のところで男を作ったり他のところに女の人で、ね、愛人を作るっていうのはやっぱり あっちゃいいとだと思います絶対という気持ちは油断してしまうので絶対ないよっていうのは常にやっぱり自分の中の心を見張りながらやっぱりね奥さんといいて苦痛なな時はないですまあおそらくそう感じる時はやっぱ僕がなんか悪いことをしてしまった時にそれが,がバレてしまうかどうかっていうところだと思うんですけども、まあ、本当にそういうところってお互いあるわけでだけど お互いいいいいいをを思思合うううっっっっててて気持ちを持ちちちれればばやっぱじゃゃんばあちゃんんあなってもラブラブブででられると思うんですよねだからまあそのやっぱり気持ちを持つことが大事で本当に離婚が進んでる世の中で私は俺にはこの人しかいないっていう風に自分にまず思うまず自分の心でそう思ってそれを相手に伝えることができる人そしてそれを第三者にも伝えることができる人っていうのは本当にかっこいいなと思いますどれだけ不細工であってもどれだけね僕のように そんなにイケメンじゃなくても、それって男を作るものだなと思うし、女性というものを作るものだなと、まあ、結婚してる人はですけども、まあ、結婚しなきゃね、まあ,あの普通に自分の好きな通りに生きてもいいと思うんですけども、あのまあ、限度がありますけどね。僕らクリスチャンは本当にそういう姿を目指しているはずなので、結婚したらその人が一番であると。運命の人っていうのはいないと僕思うんですね。 結婚したら、その人は運命であると思います。神様の前で「はい」「誓います」と「愛します」と「はい」といった言葉を言った時点からその人相手が「運命の人であると」で会うとということで、まあ、思ってますので、まあ、僕には本当に嫁さんしかいないだから毎日その気持ちを表していこうというふうに心がけていますマッサージをしたりご飯を作ったりそれが素晴らしいっていうわけじゃなくてそういうことをしたくなると思うんですよね選択をすること時は僕選択はしませんめちちちゃゃゃくにしちゃうから、 逆にしないでくれっていうふうにお願いされてるので選択はしないんですけども、うん、本当にお互いのことを思い合ういつになっても努力が求められるものと思うし自然にはできていかないですよねだから本当にどこまで人のことを愛していたいかっていうところだと思いますちょっと真剣になりましたけどもはいなんでまあもし夫婦関係でね今度ちょっと最近倦怠期に入ってきたなっていう人がいればもう一度ね思い直してどうやってやったらこの人の目を ここちらに向けさせるるとができるだろうとかどうやって言ったらあいつの目をこっちに向けさせることができるだろうっていうこと自分を磨くのもいいと思うし一回二人でね話し合って考えてみるのもいいかもしれないし頑張ってくださいまたこういう話をしようと思いますそれではさよなら n